香川県警察音楽隊は昭和34年11月に発足し、各種警察活動をはじめとした公的行事、学校などでの防犯・交通教室などにおける演奏により、県民の皆様の交通安全、地域安全などに関する啓発活動を幅広く行っています。昭和60年からはカラーガード隊が編成され、機敏な旗の操作や華麗な演技で音楽隊の演奏に彩りを添え、広く県民の皆様に親しまれています。警察本部や警察署で勤務する傍ら、定期的に訓練を重ねて演奏技術の向上を図り、県民の皆様と警察を結ぶ音の架け橋としてミュージックパトロールを行っています。また保育所や公民館など限られたスペースで行われる行事では、小編成のアンサンブルで演奏し、より多くの県民の皆様に警察音楽隊の演奏を聴いていただこうと、さまざまな形態で広報活動を行っています。定期訓練では楽器演奏技術の向上以外にも様々な訓練を行っています。そんな訓練の一日を少しだけ紹介しましょう。ロングトーンなど楽器の基礎練習は欠かせません。歩き方や姿勢など基本動作を徹底的に練習します。カラーガードの美しい動きはこの基本練習から生まれます。フラッグ練習や新曲の振り付けなど練習項目は盛りだくさん。お昼休みの後はドリルの練習です。次々とフォーメーションを変えながら演奏するドリル、これらの動きを決めているのはコンテと呼ばれる設計図です。コンテの枚数は8分間の演技で約80から90枚。動きを正確に覚えなければ、衝突や転倒によって思わぬ大怪我をすることもあるので、細心の注意を払って練習を重ねます。さらにアンプで演奏するため、地道な訓練が必要となります。最近は小編成での出動要請も増えてきたので、アンサンブル練習も欠かせません。それぞれのチームが自分たちの持ち味を生かした選曲やサウンド作りに励んでいます。新曲の楽譜が次々と配られるので、合奏練習はみんな真剣そのものです。香川県警察音楽隊は防犯や交通安全などについて県民の皆様により深く理解していただく警察広報を目的とした舞台です。このため音楽隊を派遣することができる行事はこの目的に合致するものに限られていますが、音楽隊を呼んでみたいとお考えの方は、まずは警察本部広聴被害者支援課県民広報係か、お近くの警察署までお気軽にお問い合わせください。日頃音楽隊の活動を通して警察からのお願いにしっかりと耳を傾けていただき、演奏に対してはいつも温かい拍手や声援をいただきまして、本当にありがとうございます。これからも皆様にとって身近な存在でありたいとの思いで頑張っていきます。香川県警察音楽隊はこれからも県下各地をミュージックパトロールしてまいります。どこかで皆さんにお会いできることを隊員一同楽しみにしています。